日本食と地中海食は長寿食としてよく知られますね。この日本も地中海の国々もやはり海に面している海洋国なんですね。海の資源に恵まれています。高温多湿の日本では稲作と発酵を生かした食文化が発達。和食は世界でも稀に見る低脂肪食。一方、乾燥した地中海沿岸地域では小麦とオリーブの栽培を生かした食生活が長い年月を経て育まれてきました。まあ、この日本食と地中海食の違いというのは、この油脂、油をあまり日本食は使わないと。日本は発酵食品が豊富で海藻類をよく食べる。まあ、地中海食はオリーブオイルを多用、乳製品が豊富で肉は比較的少なめと。まあ、日本食と地中海食に共通するのは、野菜、豆類と魚介類をよく食べ、穀物、米とか小麦を主食とすることです。大豆はイソフラボン、魚介類、海藻はタウリンやマグネシウムが豊富。大豆と魚介類を多く食べると血管が若く保てて健康が維持できるんです。まあ、日本人は長寿というイメージがありますが、実は平均寿命が伸びたのは歴史的に見ればごく最近のこと。戦後間もなく1947年の平均寿命は男性は 50.06 歳、女性は 53.96 歳でした。まあ、経済が豊かになり、肉や卵などの動物性タンパク質と脂質の摂取が増えたことが深い関係があります。また戦後の1947年頃、乳児死亡率が高いことも平均年寿命を短くしていたんですが、戦後になって医療事情、食料事情の両方が改善され、日本は世界の長寿国へとなったわけです。まあ、欧米の西欧式地域の人々の血圧や総コレステロール値は日本食や地中海食より高いんです。まあ、日本食、地中海食の欠点というのは塩分が多いことなんですが、しかし日本食や地中海食は野菜や果物をたくさん食べるんですね。そうしますと野菜の害を打ち消すカリウムが、食塩の害を打ち消すカリウムがこの野菜とか果物にはいっぱいありますので、西洋食地域の人より血圧が低いんです。また肥満人口も少ないというのも特色で、まあ、日本食を食べている人は地中海食の国々の人より肥満人口が少ないと。このいくつかのことが重なって、日本食、日本人は、まあ、世界長寿になったと言えるのではないでしょうか。一汁三菜、これは非常に理想的な食事バランスです。我々はこの健康的な食事を続けたいもんです。